2020年11月、品川区内のフットサルコートで練習をしているサッカーチームがいました。キーパー以外の選手はアイマスクで目隠しをして、シャカシャカと音が鳴るボールを追っています。これはブラインドサッカーといって、視覚に障害を持った選手がプレーできるように考案されたサッカーです。正式名称は5人制サッカーという東京2020パラリンピック公式競技です。今回はそのブラインドサッカーチーム、パペレシアル品川の個性豊かな選手たち、そしてチームの思いを紹介します。現在、北海道から沖縄まで全国30のブラインドサッカークラブチームがあり、その中でここ品川区を拠点に活動しているのがパペレシアル品川です。チームの中心メンバーである川村亮選手は、品川区の品川2020スポーツ大使にも任命されています。2019年8月に設立されたパペレシアル品川、このチームを立ち上げたきっかけや思いを川村亮選手、監督の小島優斗さんにお聞きしました。あれ、亮さん、はい、いつでしたっけね、話をしたのは。2018年とかじゃないですか。品川区でね、大きな、それこそ国際大会が、ワールドグランプリが18年から始まったっていうのもあって、そこで、選手としてヨさんも出てて、僕は運営をしてたみたいな。もともとブラインドサッカーでね、関わりがあって、初めてやったとかっていうところもあってね、結果的にはあの時何位でしたっけ。あの時5位です。5位ですね。6チーム中5位か、はい、運営側からしても満席みたいなことができなくて、運営をしている僕としては悔しくてみたいな感じと、まあプレーをしているヨさんとしては、まあ、5位という結果が悔しくて、なんかできることないかなみたいなところとか、っていう中で、なんか新しい挑戦をみたいなところで、こう品川区にチームがあったらもっと盛り上がっていくかなっていうところだったりとか、でもどこの誰かわからない人って応援するの難しいよねみたいな話をしたかな。地域の人が一緒に関わってくれるようなチームがあったら、もっともっとこうブラインドサッカーが地域に根付いていって、多くの人が見てくれるかなみたいのを2018年に話をしたのが、まあ、始まりだったかな。品川区に根付いたブラインドサッカーチームを作りたいという思いから結成し、それぞれの関わる人たちに声をかけ、さらに人をつないでいき、現在では15名の個性豊かなメンバーが集まりました。そんな15名の選手、スタッフをご紹介します。井上瑠衣、初心者ながらも向上心高きチームの成長株。体幹の強さを生かしたボールキープと鋭いシュートで攻撃に貢献。松尾雄大、セネガルを愛する野生人。恐れ知らずのダイナミックなプレーで相手の脅威に。川村亮、創設時からチームの代表としてメンバーを支える。ワールドクラスのドリブルと正確なシュートでゴールを量産。佐々木ロベルト泉、ブラジル仕込みの明るいムードメーカー。精度の高いパスで攻撃を組み立て、強烈なシュートで得点を奪う。寺西はじめ、キャプテンとしてチームを牽引。体格を生かした激しさとユーティリティ性で貢献。与儀元希、控えめな性格でチームのいじられキャラ。正確な認知で相手の攻撃をシャットアウトする守備の要。下村忠道、プレイヤーをしながら広報としてチーム運営もこなす。豊富なぶら下が知識で的確なコーチングを行う。大和田レオ、
選手たちに的確なアドバイスを送る最年長ゴールキーパー、正確なスローイングで得点に結びつくプレーを生み出す高橋太郎、コーチ経験を生かし明るくキーパー陣を引っ張る、高いセービング技術で失点を許さない。若尾正弘、弟的存在のチーム最年少メンバー、高い身体能力を生かしたセービングでピンチを防ぐ。高山明子、優しく厳しく個性派揃いのチームを支える、ピッチに透き通る声でシュートを呼び込む勝利のガイド。小島優斗、選手たちとの壁を作らず対等な関係を築き、信頼の厚い監督、選手の状態に合わせて采配しチームを勝利に導く。そしていつも選手を力強く支えているチームサポートスタッフ、三木俊彦、結城俊介、小林宇一郎。視覚障害のある選手とそうではない選手、そしてサポートするスタッフ、みんなで協力して行うブラインドサッカーですが、チーム名のパペレシアルには一体どういう意味が込められているんでしょうか。チーム名を決める上でもいろんな考えがあったようです。何を大切にしようかみたいなところから ね、入っていって、個性とかチームワークみたいなのをやっぱ大切にしたいよねみたいな中で、どんな感じかねみたいなことを話しているときに、小学校の頃に勉強した国語でスイミーってやったよねみたいな話をしててですね、黒い魚が一匹だけいてみたいな、でもあの黒い魚がいたからこそ大きな魚に対抗できて、これコンセプトに近いものがあるよねみたいなところから決まっていって、最初スイミー品川とかっていう名前になりかけたこともあったりとか、なんかいろいろありましたね。なんかいろんな候補が出てきて、なんか星座とか、なんか星がをつなぐとか、なんかそういうのも出てきて、それこそなんかじゃあ役割が大切だよねみたいな感じになってきて、で役割って何みたいなので、こういろいろ調べてて、でスペイン語で、パペルっていうのが役割みたいな、どんな役割かなみたいな、で一人一人がやっぱ欠かせない役割だよねっていうので、欠かせないでエッセンシャルで、パペルエッセンシャルで、これをつなげて造語でパペレシアルっていう風にするのはどうかなみたいな形で、パペレシアル、特別な欠かせない役割、選手一人一人もその思いを強く感じています。ブラインドサッカー経験のなかった井上瑠衣選手は、大学の先輩である与儀選手に誘われて練習に参加したのがチームに入るきっかけだったといいます。初めは軽い気持ちで練習に参加させていただいたんですけど、まあ、やっぱりブラインドサッカーって目を隠して足元でボールを操作するスポーツで、自分にはちょっと難しいかなと思ったんですけど、家に帰って振り返るとやっぱその難しさの中に楽しさがあり、やっぱなんで楽しいのかって考えると、ファペレシアル品川の皆様がこうより楽しい雰囲気を作ってくれていて、初めてだった僕にもこう大歓迎というか、こう僕でも楽しくできるような雰囲気を作ってくださって、そこがいいチームだなと感じ、まあ、正直言うとブラサカってよりもこのチームに入りたいなっていう思いが初めは強く、そういった流れでパペリシャル品川に入りました。井上選手の普段の様子を少し覗いてみると、一見視力には問題がないように見えますが、私の視力は両目とも 0.02 でして、視野がこうあるとしたら真ん中の部分が欠損して見えない状況で、ドーナツ状、外はずっと見えてるんですけど真ん中だけが見えない中心暗点っていう視野障害があります。僕が視覚障害自覚したのが中学生ぐらいで、もしかしたら小学生ぐらいからあったのかもしれないですけど、生まれつきではありませんでした。日常歩いたり電車に乗ったりする
のには白杖は必要ないんですけど、やっぱり視覚障害者って気づいてもらわないと困る場面が、生活の中でありまして、階段によってはコントラストが一緒で、コントラスト色が違うと見やすくて降りやすいんですけど、全く一緒だとこう高低差が分かんないので、そういう時は白杖を使ったり、すでにバッグには常時してます。視覚障害者としてブラインドサッカーに感じている魅力があるといいます。人間の情報の 7,8 割を占める視覚を完全に遮断して行うスポーツで、よくこう体験会に来てくださる方にこうアイマスクっていうものを貸すと、あ、本当に見えないんだっていう方が多いんですよね。その見えない中で 手を使うならまだこう人間使い慣れてる手で、触覚とかも一番敏感な手なんですけど、そこを使わずに足を使うっていうのが僕の人生の中ではもうありえないことを、ブラインドサッカーを作った人は視覚障害者にやらせたなっていうのがありますね。ただその足を使っても世界中にはこうお客さんを感動させるプレーができる選手が多く、もうこれはこう本当人間の可能性を広げたスポーツなのかなって思いますね。多分視覚障害者スポーツで足をメインに使うそういう機会が多分あんまりないと思うんですよ。僕の中でやっぱブラインドサッカーはブラインドスポーツの中でやっぱこう頭一つ分抜けた難しい競技だと思います。チームに加入して1年が経った今、井上選手から見たパペレシアル品川はどんなチームなんでしょうか。チーム全員の個性がすごい目立つチームではあるんですよね。例えばみんなで旅行行くとすると、行きたい場所とかもみんな違いすぎてまとまんないと思うんですよね。だけど試合になるとなぜか綺麗な円になる。でなんでかってそれを考えるとやっぱりこう全員がブラインドサッカーが好きだからなんだろうなって思いますね。やらされてるとか仕方なくとかそういう思いが多分こう 1% も全員ないんだと思いますね。だからこそ他のチームもたくさん皆さんまとまりのあるいいチーム多いんですけど、僕が思うに多分一番綺麗な円を描けるような丸いチームだと僕は思います。この日は試合を1週間後に控え、チームとしては試合前最後の調整を行っていました。ウォーミングアップ時の和やかなムードから一変、試合を想定した練習でみんな真剣な表情に切り替わりました。皆さん、試合に向けての意気込みはいかがでしょうか。あ、来週の試合に向けてなんかチームはもう完全になんか調節しましたので、絶対勝ちたいと思います。まずは初戦を突破して先々にある、準決勝ラウンドに進めるようにみんなで協力して頑張りたいと思います。来週試合なんで、とりあえずしっかりコンディション整えて、万全な状態で臨めるように。ご苦労だめね。いや、関係ないです。よーぎ、この日は
コロナウイルス感染拡大の影響もあり、無観客で試合が行われました。スタッフや選手たちの声だけが響き合うピッチ上、パペレシアル品川は前半から果敢に攻めていきます。そしてはい、河村選手のシュート、先制点です。その勢いに乗ったまま、河村選手、さらに追加点。途中交代で出場した井上選手も果敢にシュート。しかしギリギリのタイミングでホイッスルが鳴り、前半戦は終了。リードのまま始まった後半戦では、松尾選手のパワフルなプレーで流れを作り、与儀選手、ロベルト選手も果敢にゴールを狙います。下村選手、ナイスセーブ。ですがその直後、相手のシュートで1点を返されてしまいました。リードを守るため、井上選手も先輩たちに負けじと体を張ります。寺西選手、ロベルト選手もゴールを攻めますが、得点にはならず。後半16分、河村選手がドリブルで相手をかわし、華麗なシュート、押しの1点。これが決定打となり、パペレシアル品川が見事勝利しました。やっぱりこう井上がいるから、こういう動きが得意だから警戒されるような選手がやっぱり目標であり、まあ、内部ではやっぱりこうチームの由来のように欠かせない役割、それが ないとちょっとチーム困っちゃうぐらい重大な役割をもらってチームに貢献できる選手になりたいですね。存在になりたいです。視覚障害の選手と、まあ、視覚障害の方と健常の見える方が、まあ、お互いに協力し合って何かを成し遂げていく姿、まあ、お互いがこうパートナーであるっていう姿を示していくっていうのはあると思いますし、日本全国のブラインドサッカーのチームにとってこのパペレシアル品川というチームが、まあ、一つの目指すべきチーム像っていうかね、まあ、そんな風になっていったらなって、そういう思ってくれる人がどんどん増えていくと
嬉しいなと思いますし、もっとこう多様なメンバーで構成していって、いろんなアイデアが出てより方向に進んでいきたいなとは思うんですけど、まあ、やっぱりこう地域に、品川地域に根付いていって品川区民の皆さんがパプレシア品川というチームを、もしくはブラインドサッカーという競技をね、より多くの方が知っているとかファンになってくれるっていうことが、まあ、僕らの一つのビジョンではあるので、まあ、何年経つか分かんないですけどね少しでも早く、ね、そういった夢を叶えられるようにしたいなと思いますけど。パペレシアル品川は多くの人にとって特別な欠かせない役割を担い、これからも日々挑戦を続けていきます。